う15時半か。さあお待たせしました、本日限定のスペシャル公演。昨年の映画祭の電撃デビューから華々しい活躍を続ける期待の超新星、サーラ&シャヒーナ姉妹の登場です。首都のみんな、こんにちは。見に来てくれてありがとう。今日はどうか楽しんでいってください。わーい。こちらポイント B、 ターゲットアルファを捕捉。周囲に仲間は確認できない、一人でいるようだ。おお、バン君一人か、あんなところに。了解しました、そのまま監視を続けてください。衛星からの広域エリアサーチに反応なし、一人で来ているのは間違いないようです。情報通りですね。まずは一人、この距離なら確実に仕留められます。フィリちゃん落ち着け、人だかりが多すぎる。これはあくまで標的に絞った任務だ、紫外線とは分けて考えろ。お兄ちゃん。なんだろうな、なんかこういう未来もあったやろうにっていう感じ。必ずこの手で仕留めてみせるよ、炎とアルーシャの名にかけて。さて何を考えているバン。本日披露するのは大切な友達から教わった特別な演目です。静かに、それでいて力強く燃えたぎるような炎の歌と舞、どうぞご覧ください。またこの2人の演目を見られるの嬉しいね。黒一のサルバット以来。おお、新曲？これサーラ姉が歌ってんのかな。なぜあの踊り子たちが我々の。どうした？応答しろ。フェリちゃんが動揺して。異常発生、アルファイル警備主任至急確認を。警備主任、力が弱まってるとか。フェリ様、カシム警備主任も。あ、カシムさんもなんだ。あれが炎の歌、私が知っているのとはアルーシャと戦士の掟、勇猛に悪なる者には鉄槌よって。あれあれ、何これ、私の思い出。何何これは。今何見たの、カシムさん。うまくハマったみたいだな、バン君。おお、みんないた。引っかからなかったの。人だかりにいらしたはずでは。皆様もいつの間に。いえ、そもそもどうしてサーチに。ああ、なるほど、すでにそちらの権限で掌握されていたわけですか。ああ、この辺りのその衛星なんてらが。一度してやられたお返しってところかな。見分けがつかない精度のシャードの立体映像、こっちも演算能力を曲がりさせてもらったわ。こっちにはレンちゃんがいるからな。ぶっちゃけ GM がおるからこそのチートやけどな。ミラベルさんでした。ちなみにあの歌と舞はこの場に来とらん黒賀の連中にも中継しとるで。加減シャキッとし、リゼット、カシムにフェリちゃんも。言い方いいな。目を覚ます、目の前にいるのはターゲット、外道どもは許さない。エダさんのためにも。エダさん、なのにどうして。私、この人たちを知っている。フェリちゃん由来だわね。フェリちゃん、どうか思い出してください。この半年であったことを、私たちと一緒に過ごした時間を。
大事なもんを簡単に忘れてんじゃねえぞ、チェリー。に。あんだけ事件だのなんだの乗り越えてきたんだろうが。に。手に入れたもんも傷跡も全部お前のもんだ。とっとと思い出して戻ってこい、フェリーダ・アルファイド。フェリーちゃん。フェリーちゃん頑張れ。これは飛ばされる。どこになるかな。最初にさ、黒一のアイダさんと戦ってたところとか。ああ、ここか。そうだよね、クレイヨ村の行安のクレイユ丘陵。アイダさん、第8のゲネシスが再現。そうだよね、一生だもんね、クレイユ村だからこそ。ここからが正念場。うん、このまま行くぞ。ここもなんかそれなりにですよね。ではやっていきますか。メンバーはこんな感じなんだよね。行きますか。綺麗なのにどこか切ないわね。そうね。はい、フェリちゃんにとってきっとそれだけ大切な。早く目覚まさせてやるとしようぜ。と行案って感じだね。充電完了だ。わあ、見て見て、朝焼けだよ。綺麗だね。さて、この気配、前座に待ち受けているのはおそらく、ええ、あの二人でしょう。それも侵食によって強化された。当代最強に MK の上級 SC、 この上なく厄介な組み合わせだろう。それでも諦めるわけにはいかないわ。覚悟を決めていくわよ。はい、見る前からネタバレをされていくスタイル。よし、じゃあ中間ポイントですね。待ち受けるは前座の二人とのことなんですけれども。来たか、裏解決よ。来ましたよ。お待ちしておりました。目はそのまんまなんだね、リゼットさん。メイドに現役最強の両兵か。敵に回すと厄介な組み合わせだが。いや、ほんまそれなんや。ここでなんとか取り戻すしかないわね、この後のフェリちゃんのためにも。バン。いや、こいつは勘なんだが。え、何、気づいててやってるっていう系。リゼット、お前本当に自覚はねえのか。なるほど。それってさすがですね、バン様。アークライド解決事務所、悪行の限りを尽くした A の最後の協力者、私が出向から戻った後で所長が彼らに取り込まれ、他のメンバーも。その認識にいささかの矛盾はございません。ですが、拭えない強烈な違和感、それがあったのも事実です。なるほどね、なんかちゃんと絆感じてくれてるんだ。違和感、それじゃあやっぱり。うん、おそらく最初からどこかおかしいと感じていた。さすがすぎるでしょ。でも確証が持てなかった、そんなところかな。でも確かにね、なんかこうさ、物事を疑いながらやっていくって難しいもんね。私素直だからさ、自分で言うのもなんだけど、なかなか難しい。絶対気づかない自信があるもん。お前さんも察してたか。妙だと思ったのは廃炉船で待ち伏せされた時だ。ああ、あの一言。本当にいらっしゃるとは思いませんでしたが、これにてチェックメイトですね。あの時のどこか残念そうな表情、俺たちが現れたこと自体がお前にとっては決定的だったんだな。なるほどな。わざわざ踊り子どもの元へ向かってるっつうことは、チビが操られてる可能性が高い。だったらお前自身もそういうことかよ。でもだったらどうして。
どこかで立ち止まって確かめることもできたんじゃないの？それは無理な相談でしょう。私には初めから本当のことなど分かりませんから。またそうやってさ。初めからって何よ。私にとって全ての感覚はすでにまやかしの存在。この作り物の体から脳に送られる信号を全て書き換えてしまえば、あるいは脳の記憶領域に干渉するだけで私を欺くことが可能なのです。寂しすぎるよ。でも当人じゃないから何とも言えないか。リゼットさん。でも悲しいよ。だからといって、脳と神経系以外の大部分を擬態に置き換えているそうだが、それゆえのアイデンティティの揺らぎか。理解はできる。ええ、根本的な解決は不可能でしょう。でもそんな彼女だからこそ独自の感覚で違和感を捉えたのかもしれないわ。まさにその通りです。全てが不確かな世界で、もはや私ができることは一つだけ。試させていただきます。皆様が何を示せるのかを。なるほどな。リセットさん、分かったよ。そういうことなら俺も付き合うとしよう。さっきからだんまりなのも気になってたけど、あんたはあんたで思うところがあるようだが話すつもりはなさそうだな。お預けか。その通り。可能性を示せないものに期待などできまい。なるほど。今のところ旧大典はやれそうだが、査定はこれからだろう。かかってくるがいい。アークライド解決事務所と協力者たちよ。この異変に取り込まれながらも、上等だ。目が覚める一発かましてやるぜ。かましてやるぜ。侵食による強制的なブースト、油断せずに行くわよ。半ば認識できているならきっとこれが最後の一押しです。シャード展開。迷うか。今こそ確かめます。皆様と私自身を。示してみせろ、お前たちの可能性を。侵食してもなおさ、こういう風にさ、自分らしくあれるのってやっぱその人はその人なんだなって感じるよね。ということで次リゼットさんか。一回コインバレット入れようかな。よいしょ。呪いぜ。あ、アタックダウンいいね。リゼットさんのクラフト、攻撃クラフト見る機会なんてそうそうないですよ。私のプレイだとそうそうないですよ。荒ぶる風よ、楽しい。全てを飲み込め。え、かっこいいんだけど。負けないよ。新しくなんか覚えてるっぽいやつ。こうなったら私たちはラプラス行動するしかないのです。展開。アーロンさん、私たちにできるのは。あ、いい感じでは。あ、そっか、連機構やってないんか。しかしやっちゃいましょう。どうする。11万と8万か。まあバンダライズレイドでいいか。覚悟を決めな。あ、飛ばしちゃった。限界突破だ。決まれや。勝ってる中クラフトがかっこよすぎる。派手。ガードは取れた。いや、まだある。シールド助かる。運命アーツゼロか。どっちがいい結局のところ。リゼットさんか。え、いけるかな。後ろ後ろ後ろってどこまで。ここか。そうだな。いい調子だ。無理そうだね。
燃えろ暴走遠隔。お、ちゃんと技名言ってんの初めて聞いた。あ、この辺もいいかもな。遠慮は無用に願います。行こ、援護するよ。行くよ。ホトル君はゴルドスラストって千馬。いい調子だ。トライ開始させない。トライ開始。はっ、これで決めます。はぁ、やぁ、終わりです。レディエース進化。マジ？ダセーな。立て直すぜ。ま、マジ？燃料無用に願います。輝ける花、全力でいきます。大丈夫ですか皆さん。大いの光の宴会を我らに息吹を与えたまえ。ありがとう。沈めさせないのだ。どうぞ。この胸の痛みだって、うん、いい感じだね。反射！いいね。それがお前たちの炎か。よっしゃ。頑張ります。おい、ま、こんなもんだろ、うん、また新しい景色が見えたね。めっちゃレベル上がるね。レベルアップだ。経験値すごい。リザルトはこんな感じ。あ、アニエス、マスターコア買えるの忘れてた。オズレベル5。この記憶は。お、帰ってきた。今までの思い出。4章以降のね。私は今まで皆様と一緒に。そうなのよ、それが本当の思い出ってやつよ。リゼットさん。リゼットさん。思い出したかよ。カシムさんは今まであらゆる出来事をどこか儚い夢のように感じていました。楽しいことも大切な思い出も全てが幻だったとしても仕方ないと。所詮は偽物の体、疑似的な信号が見せる幻想に過ぎませんから。それでもお前さんはよく支えてくれてるぜ。んと、作り物の体だろうがお前は偽物なんかじゃねえ。うん、それでも本当がわからないってんなら本当になるまで付き合ってやる。わ、こいつらと一緒にな。うん、てかめっちゃいいね BGM 合ってる。あ、はい、リゼットさん、リゼットさんも女の子だし、私だし、全然これから。リセットトワイニング、ただいまをもって解決事務所に復帰いたします。やった、なんかそんなに大切に持ってくれて本当に嬉しいよね。これからもいっぱい思い出作ってこう。リセットさん、カトル君嬉しそうなのめっちゃ嬉しい。私がよかった、戻ってきてくれて。皆様本当にご心配をおかけしました。タグ、万能メイドが珍しくこじらせたかと思ったらよ。いや、彼女のせいじゃないでしょう。まあハラハラしたけど。よかったわね、本当に。ありがとう。示せたかならば。カシムさんまだモヤモヤしてる。ほう、そろそろ動くつもりのようだな。え、もしかしてフェリちゃんとこ行く？あら、もしかして。おいおい、まさかとは思うが。ええ、さりげなくフェリ様や私を気遣う言動、私が半分気づいていたとすれば、カシム主任はおそらく。なんかもうすごい人たちは何も聞かないわね。マジ？波紋？やばすぎ？
新色を焼き切りやがった。あの本当にヤバすぎんこの人。これはカムシ、その身に神の息吹を宿すという戦技。すげえ。でもまさかここまでのことができるなんて。カムシン。まだ上があったんだね。嫌だな、出し惜しみなんて。あのラングポートの一件とか。いや待て待て待て、百歩譲って気づいていたとしてもだ。うん、あんたもしかして最初からできたんじゃねえだろうな。最初から自力で破るのはやばすぎ。え、そんなことってそれはやばすぎないよ。さすがに嘘でしょ。だってそれじゃどうして侵食と言ったか。この身にまとわりつく何かは捉えていた。それが何をさせようとしているのか。本当だが下手に動けばフェリーダたちを元に戻す手段が失われるかもしれない。その判断に基づいて行動したまでだ。理屈は通ってるみたいだけど。あの帝国にもさ、うわやばーっていう人っていっぱいいたけどさ、共和国では確実にさ、もう本当にカシムさんは一番上だし、なんかオンリーワンだし、他人を寄せつけない力あるよね。ちょっと偉人たちと並んでみてもらえんか。でもなんかそことまたベクトルが違うんだよね。何なんだこの人。なもん人間のやれることじゃ。つが納得はいかねえぞおい。まあヒントだの旧大点だの何かあるとは思っていたが、玉砕しか選べないほど君の目は濁ってしまっていたらしい。なるほど。今のところ旧大点はやれそうだが、査定はこれからだろう。彼なりに状況をコントロールし、この場に導いたというわけだ。ねえ、なんか私もまんまと、まんまとって感じよ。敵を油断させるために、あえて侵食の影響も受けつつ。さすがの手腕だな、警備主任。ルネさん、見習っちゃうの。もはや、手腕という域は軽く超えている気もするけど。いやね。そして妹さんを救う手立てが見出せたから動いた、と。おお。そこだけは分かりやすいわね。5人目として入ってきてくれたらめっちゃ嬉しい。ええ、主任としても見ていられなかったのでしょう。彼女の中の思いが犯されていくのが。確かに確かにね。なんかもうブレーキ効かない感じになってたもんね、フェリちゃん。あっとっとっと、リセットさん、もしかして。かなり消耗してやがるな。それはそうよ。無理すんな、リセット。フェリーは俺たちが取り戻してやる。うん、コバルトカーテンは惜しいけど、他の人も頑張ってくれてるから。はい、必ず。必ず。すみません、うん、皆様。できればこのまま復帰したかったのですが。いやもう全然休んで。トワイニング SC は俺が引き受けよう。やった。その代わりフェリーダを頼む。今のあいつを戻せるのはお前たちだけだろう。合点承知のすけ。言われるまでもない。そんじゃ悪いが、リゼットは頼んだぜ。では先へ行くとしようか。なるほど。じゃあカシムさんは置いていくのね。はい、なんか珍しい感じ。あ、結構身長差あるね、こうやって見るとね。今のあいつにこの光景はどう映ってるのかね。柄ではないが君たちのことを信じている。はい、ということでまたね、中央に向かっていくんですけど、エアボイス来てましたね。本当に良かったです、お二人が元に戻ってくれてね。あとは肝心のあいつだな。ああ、行くぞ、アークライド解決事務所。おお。なんか本当にアークライド解決事務所はおおっていう柄じゃないんだよな。では行きます。この光景は、ああ、もうゲネシスもある記憶なんだね。アイーダさん、私はフェリちゃん。
様たちはアルマータの外道どもに協力していた最後の私が倒すんです。あの人に安心してもらうためにも。フェリちゃん、かなり不安定な状態みたいね。そうね、改変が相当揺らいでいる。自分自身を保てないんでしょう。うん、放っておけばこの空間ともども崩壊しかねないかな。たく、おいフェリ、いつまでもうだうだやってんじゃねえ、うん、それともなんだお前、全部捨てて戦士に戻りたかったのかよ。あー、なるほど。私はどうしたい。どうしたい。違う、私立派な戦士に。でも全然アイーダさんも助けられなくて。なるほど。お前なりにいろいろ悩んでるのは知ってる。うん、戦士として生きるか別の道を行くかも。年明けには里で巫女役をやって、そこでもまた何か抱えることになったみたいだな。うん、里の巫女、古の使命。巫女が受け継ぐクルガの使命、お前もその覚悟を知っておくべきだろう。私わからない、そんな風になれるかなんて。いや、未来なんて誰にもわかんないよ。うまく生きる自信がある人なんてめったにいないよ。戦士、巫女、私は一体。でもこんなんじゃきっと何者にもなりやしない。悩みながらやってこうよ。そんなことありません、フェリちゃん。うん、思い出してください、今までフェリちゃんが一歩ずつ進んできたこと。そうそう、戦士としてだけじゃない、一人で首都に来て、いや本当、裏解決屋を手伝って、勉強も頑張って、うんうん、そうやって悩みながらも一つ一つ選んだ道を進んできたはず。きっとその悩みこそがフェリちゃんの生き方を導いてくれているんですから、うん、悩みが私を導く、うん、まっそいつを他人任せにしてヘラヘラ生きていくなんざできねえだろうな。僕もそうだけど、みんな抱えているものくらいあるからね。でもだからこそ前へ進んで成長できるっていうのも確かかな。それにたまには誰かの手を借りてもいいんじゃない。今までもそうしてきたわけだしね。そういうことだ。悩みも生き方もお前のもんだろ。他人に預けてねえで。戻ってこいフェリーダ。いいな、なんかこう今までの諭し方と違う感じがニヤニヤしちゃいますね。フェリーちゃん発動しちゃう。あ、実際にあるのか。フェリーちゃん、なるほど。これは侵食が強まっている。やるしかないよね。アイーダさん出てきたらどうしようかと思った。おーおーおお。巨大な鳥。クルガの伝承にあるというエルアルコン。侵食で歪まされた認識の再現か。倒さないと。敵よ。炎とアルーシャの加護。あと一歩だっつーのに。だげ、手のかかるチビだ。いいぜ、こうなりゃとことん付き合ってやる。所詮は悪あがき、一気に制圧するぞ。はい、フェリちゃん今取り戻します。倒さなくちゃ。敵を、いやフェリちゃん、よし、フェリちゃんを止めますぞ。カルバールコンとフェリちゃんね。いやきついだろうね今ね。よし、じゃあいつものセットから始め。え、いきなり。
イグネスラッページ初手ですね。見切った。そして今カットインが入った時に、あ、私まだフェリちゃんのエスクラ使ってないんだってなりました。思いっきり行きなよ。ラブグラスコード入れる前にやられたね。コード送信。じゃあ誰が回復する誰が回復するんだろうな。クロノドライブ入れてラフォルって入れてて燃えてるんだよな。燃えてるな。大丈夫かな。544。まあまあいけるでしょ。とりあえずコインバレットでヒート取って。こっちだ。そらそら。燃えるね。燃えてるのはシズナなんだよな。あ、オーラブレスあるじゃん。遠いなオーラブレス。見せてやるよ起点の舞。みん混乱入る。こちらの番だ。あのさ、このガルバアルコーンの弱点がさ炎なんだよね。でフェリちゃんは炎の使い手じゃん。なんかなんだろうな、ここに何の意味があるんだろうってちょっと考えちゃうな。めっちゃ喋るな、フェリーちゃん。いいね、見切る。早いって。どんだけ刺激やねん。1.8倍。うわー、ドライブ開始。燃えるね。フェリーちゃんの方が先に倒れそう。飛べ。任せた。ゆっくり休んで、あとはこの人。どんどん行こう。派手に決めるぜ。お、なんだ。超絶ヒギ250回。よっしゃー。オッケー、危なげもなく。おい、バトル君だけレベルアップ。リザルトはこんな感じ。いわね、これは。ち、まだ侵食が消え上がらねえだと。明らかに昨日よりも強力になっている。もう条件は整えたはずなのに。そんな。ユネシスの使い方が上手になってるってことかね。これはいよいよ。しっかりしやがれフェリーだ。私は一体どうすれば。ギュッとしてあげられない。やれやれ、まだ悩んでるのかい。マジ？どっから？この声って。あ、誰かが再現してくれたとか。おいおい、まさか。アイダさんの声が、わあ。アイダさん。あ、目に光が戻った。自己紹介してくれるんですね。ありがとうございます。あの人が。話には聞いていたけど。え、どういうこと？ああ、彼女の姉のような存在だったらしい。ここが深層心理からの再現ならば。そういうこと。なるほどね。そういうことかよ。そう、私はただの仮初めの存在さ。フェリの中に残っていたね。アイーダ、それでも私あえて。でもまた情けない姿ばかり見せてアイーダさんを送ってあげられなかった。あの時から私何も。でもさ、迷ってると途中でさ、バン君が手出してくれたからね。いいんだよフェリー、最後のとどめを刺してくれ。思えばそうあんたに託したのが迷わせちまった。
最初のきっかけなのかもしれない、ね、なるほど、まあ確かに。なるほど、でもさ、でもさってならない私たち。そうだったんですね。ああ、おそらくな。だが、今になって改めてわかる。こんな形で私が残っているくらい、フェリがあの時のことを大切に思っているってね。なるほどな。大丈夫。その優しさと迷いが必ずあんたを強くしてくれる。だから諦めずに踏ん張んな、妹分。ずっとここから見守っててやるからさ。強さの定義は人それぞれだ。まあ、仮にさ、まあ、これがフェリちゃんのさアイーダさんだとして、フェリちゃんが言ってほしかった言葉を言ってくれたとしても、これでフェリちゃんが前に進めるんだったら、そっか、いいな。フェリちゃんはずっと大切なものを守ってきたんだね。うん、ああ、経験したもん全部大事にしまってあるはずだ。全部私の中に。なんかいい子すぎて考えすぎちゃってって感じもするよね。はい、きっと応援したい、これからのフェリちゃんも。それにそんな優しさがあれば迷うことがあっても前へ進めるはずよ。でどうすんだよチビ、それでも全部忘れちまうかよ。そんなことできない。もう二度と大切なものを投げ出したりしない、うん、だから全力で抗います。これ以上私を怪我させないために。おお、自分で破った。こいつはまさか。お兄ちゃんと一緒じゃん。やりやがんじゃねえか。まさか兄貴ばりに焼き切るとはな。ね。いやはや参ったね。いずれは彼に迫るかもしれないな。迫っちゃうの。でもよかった、これで。おお、見てたんだ。乗り越えたか。いや、お兄ちゃん。空間が崩壊する。総員備えるがいい。うっす。いい兄弟だな。帰ってきた。大丈夫フェリちゃん。戻ってきたわね。大変だったけれど。いやでもよかった、いいところを見れたよ。つらかったけど。ああ。だがよく戻ってきたな、フェリ。はい、本当に。でも、私。何？ん？危害加えちゃったみたいな。私、どうしてこんな、なんてことを。いや、だからこそだよ。誰もフェリちゃん悪いと思ってないから。バンさんたち、モンマルトの皆さん、アブや戦士団のみんなにも。あら、アラーニエス。大丈夫ですよ、フェリちゃん。もう大丈夫。今はゆっくり休んでください。うんうんうん、文句はガーデンマスターに言いに行こう。いやもうほんまフィリちゃん何歳だと思ってんだよ。仕方ねえな。アロンも入る。まあ新職の生徒はいえ記憶は全部残ってるわけだしな。はい、私も本当にご迷惑をおかけいたしました。このお詫びはどうか改めてさせてくださいませ。いや、リゼットさんは本当にすごいんだなっていうのを改めて実感しましたわ。リゼットさんのせいじゃないけど、言っても気が済まないんだろうね。まあね、そうやそうね。やれやれ、解決できたとはいえ本当厄介ね、侵食ってのは。ええ、これ以上ない卑劣な手段でしょ。ガーデンマスターという男、改めて対策を練る必要があるわね。対策に。それが良さそうだ。さすがに4日目は勘弁願いたいしね。でもまだギネスに残ってるからな。ともあれ今回は世話をかけた。カシムさんはちょっと反省して。
カシム様ね。撤収と事後処理はしておこう。副頭目やそちらとも連携しつつ。分かった。ああ、よろしく頼む。 CID としても看過できない事態だからな。あ、落ちてる。その後、クルガ戦士団、MK 部隊も全員正気を取り戻し、それぞれハサン副頭目、カシム警備主任の指揮で首都から一時撤収していくのだった。え、だいぶ帰ってきたな。なんかこれさ、今まだガーデンマスター的には本気でやってるのかな。だって数が少なくなればなるほどガーデンマスター側の力ってちっちゃくなったりしない？どうなんだろうな。作戦でもあるのかな。